沼孝太のいやどーもチャンネル。いやどーも、では記念すべき毎日更新100回おめでとう。いや、翔先生よく編集頑張っていただいて、声ガラッガラですけど、ちょっと今日遊びすぎたね。帰ってたもん。はい、というわけで皆さんおかげさまで毎日更新100回。3ヶ月ちょいじゃない、そう、ね、約3ヶ月本当に毎日ようやくできました。ありがとうございました。毎日更新100回やって200人近く増えてるから。そうだね、増えたね。うっせぇわ茨城弁バージョンも好評で、最近グイグイと再生数が伸びて、もうすぐ2000回と。あ、これ公開する頃2000回いってっかな。いってっかもしんないね。というわけで皆さん本当におかげさまでありがとうございます。ラジオも4月から始まって、もっともっとこう面白いことできるんじゃないかなと思うんで、引き続きどうぞよろしくお願いします。いやどうも。で、まあせっかく100回怖い、いやというわけで、せっかく100回やったので、またプレゼント企画をやろうかな。この間のちょっと生放送でも言ったんだけど、うちのチャンネル1000人まで200人増えるごとにプレゼント企画をやろうと思います。次はチャンネル登録400人600人800人やって、1000人行くまでは200人ごとにプレゼント企画をやりますので、プレゼント欲しい人は周りの人にこのチャンネル登録しろよと、プレゼントもらえっぞとやっていただけると、もう皆さんどんどんプレゼント当たる確率が上がると。で、今回100回記念なんで、ちょっとそのプレゼント企画の応募の練習も兼ねて、じゃあ今回1人、特別に1人で応募の方法、うちの下のこの概要欄一番下か下か2番目 P のね、あの小生のツイッターのアカウントがあるので、そのツイッターまで、小生のツイッターまで DM もしくはコメント、小生多分固定ツイートするから、そこにコメントでもいいです。で、条件として必ずいやどうもというキーワードをつけてください。どこでもいいですよ、頭でもいいし、ケツでもいいので、いやどうもという文面をつけてコメントつけるか、 DM した方抽選で1名様になんとうちの豪華商品のプレゼントを差し上げようかと。期間が期間いずれにしようか、4月いっぱい、ラジオでもちょっと宣伝しようかと思うので、4月いっぱい応募期間ということで、1名です。今回1名ですから。1名ってことはあれですよ、俺の本気度が伺える多分プレゼントになると思う。マジか、こないだよりすごい感じがある。わかんない。いや、わかんない。もしかしたら5月に差し掛かったら、まさかの丸い玉のプレゼントっていう可能性も。皆さん本当におかげさまで毎日更新もできて、でさらにここまでの再生数にもじわじわとこう伸びてきて、チャンネル登録も増えてるので、その普段の感謝の気持ちを込めまして、1名様にプレゼントさせていただこうと思います。その期間に400人いったら、またプレゼント企画やりますので、ぜひ周りの方にチャンネル登録増やして、で、今ね、調子こんで P がこういう名刺作ったんですよ。インスタ、TikTok、Twitter なんですけど、載ってるのほぼ俺です。特にこれ TikTok なんてひどいんで。で、裏側見るとチャンネル登録できるような、こういう素敵な名刺があるので、多分これがいろんなところにばらまかれると思うので、お店とかね。お店とかにこうやってこう、そう、取材したお店とかにはこうやってこうペタッてこう貼ってあるかもしれない。なので皆さんぜひ見かけたら、ここの QR 取ってチャンネル登録をしていただくと。で、これを作ってくれたのは、うちのイラストレーターのリトル V さんなので、イラスト依頼があったら、リトル V さんの Twitter もあるので、こういう名刺もあるのでね。というわけで、まだまだやってほしいこと、こういうの面白い、こういう喋りしてほしい、こういう企画やってほしいとかありましたら、皆さんどんどんください。ラジオの方にもお便り待ってますので、ぜひ、これからもどうぞ、我が YouTube チームよろしくお願いいたします。というわけで、おかげさまの100回更新、どうもありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。